した日本の電力会社鉄道事業者である福岡市に本社を置き北部九州を中心に事業を展開した略称は旧鉄福岡市で1896年に設立された博多電灯株式会社が起源1911年に 福岡市内で路面電車を運転する福白電気軌道と合併して博多電灯軌道株式会社と解消し翌年さらに佐賀県の九州電気と合併して九州電灯鉄道となったその後も合併を繰り返し福岡佐賀両県のほか長崎県熊本県山口県にも供給区域を広げた1922年愛知県に本社を置く 関西電機と合併して解散した。この直後に関西電機は東方電力へと解消している。九州電灯鉄道は大正から昭和戦前期にかけての電力業界大手5大電力の一つ東方電力の前身である。この東方電力は福岡県福岡市など北部九州を 主な供給区域としていた九州伝統鉄道と愛知県名古屋市など東海地方を主な供給区域としていた名古屋電灯が合併し成立した。ただしその成立過程はやや複雑で奈良県の関西水力電機がまず1921年10月に名古屋電灯を九州合併して名古屋へ移転の上関西電機と解消しこの関西電機が 翌1922年6月に九州電灯鉄道を合併して東方電力に解消するという過程をたどっている。また合併に先立つ1921年12月、九州電灯鉄道の経営陣の一部が関西電機に入っており、合併時点では関西電機、九州電灯鉄道の社長は同一人物であった。九州電灯鉄道は元は 博多電灯と称し、1896年に福岡市で設立された。開業は翌1897年で、この時に電灯供給を開始。1908年には動力用電力の供給も始めた。1911年、福岡市の福白電気軌道との合併に伴い、博多電灯軌道に改称し、事業に電気供給事業の他軌道事業、 土地建物事業を加える。翌1912年には、佐賀県や福岡県筑後地方に供給する、九州電気を合併して、九州電灯鉄道に改名した。以降も九州電灯鉄道は、周辺事業者の統合を積極的に進めて、事業を拡大。1920年にかけて11の電気、事業者と一つの機動事業者を合併ないし、買収している。 この結果、供給区域は、福岡、佐賀両県の他長崎県、熊本県、山口県に拡大し、福岡市、久留米市、大牟田市、佐賀市、唐津町、佐世保市、長崎市、下関市といった都市に供給した。また、唐津の起動事業も引き継いだ。統合した事業者のうち、1916年に合併した長崎電気ガスから、 長崎市における都市ガス事業を引き継ぎ、1919年には、製作所を建設して、変圧器電動機など電力機器の製作を始めた。こうして、九州伝統鉄道は五種の事業を抱えるに至る。収入は、電気供給事業が最多で、いか軌動事業、ガス事業、製作所事業、土地建物事業と続いた。 電気事業者としての九州電灯鉄道は、1951年に発足した九州電力、中国電力の管内にあった事業者の一つである。機動事業者としては、西日本鉄道の前身の一つであるが、運営していた路線はすべて廃止され減損しない。また、ガス事業は西部ガス、製作所事業は西部電気に引き継がれている。 博多電灯設立に参加した大田製造1887年に東京電灯によって始まった日本の電気事業は1890年代に入ると九州にも上陸しまず熊本市において1891年に熊本電灯が開業をついで長崎市でも1893年に長崎電灯が供給を開始した福岡市における 電気事業企業の契機は先に開業した東京の事業者からの勧誘であった。九州に電気事業が起こる前の1889年のことで品川伝統社長の岩下清力が福岡を訪れ地元の有力者に電気事業の企業を勧誘したのである。勧誘に応じて芋の省磯野七兵、油将、 大田製造らが企業に向けた調査を始めた。翌年に始まる教皇や帝国議会仮議事堂漏電火災の影響で、実際の会社設立は遅滞するが、県会議員らによる、福白伝統設立の動きがあると、磯野らは慌てて、資本金3万円での伝統会社企業を決定し、福白伝統発起人に、少額の報酬を支払い出願を取り消させた。 1894年6月、北起人から北起委員を選び、博多商業会議所に創立事務所を開設して、本格的な設立準備が始まった。日清戦争の影響で、会社設立はさらに遅れるが戦後になると環境が整ったため、北起人は1895年10月4日付で、博多伝統株式会社北起願いを農商務省に提出した。 出願が翌1896年1月20日付で認可されると、それを受けて同年3月26日に創業総会開催に至る。当時の電気事業企業手続きには、農商務省による発起認可と創業総会後に申請、免許される会社設立免許があり、また別途道府県による電気事業の許可があったが、博多電灯に関しては、 農商務省の設立免許と福岡県の電気事業許可を得た日付を記す直接の資料は残されていない。ただし公術の大牟田支店開設時の商業登記には1896年5月6日付で会社設立、低新商の電気事業要欄には1894年10月29日付で電気事業経営許可とある。 発足時の博多伝統の資本金は5万円。総株数は2000株で、700株を発起人にて引き受け、残りの1300株は、需要化を確実に売る糸から、供給予約と、セットで公募した。しかし、電気事業についての理解が、未だ浅い時代であったことから、株式の公募は不審であった。社長には、磯野七平が就任し、その他役員には、 大田製造らが名を連ねた。役員はすべて博多の商人、または福岡の銀行家であり、当初の博多伝統は地元企業としての色彩が強かったと言える。会社設立とともに、博多伝統ではあらかじめ土地を確保していた、市内の東中洲において発電所の建設に着手した。機械類は伝統2000頭の供給計画に基づき60。 キロワット発電機2台を東京の芝浦製作所にボイラーを地元の工場にそれぞれ発注。発電機を芝浦製作所に発注したのは事業を勧誘した岩下清近が三井財閥の増田港と関係があり、その増田から芝浦製作所の機械を使うよう依頼されたためであった。機械の据え付けは品川伝統から技師が出張して担当した。 工場の出荷で、ボイラーの納入が遅延したタム機械の据え付け完了は1897年7月であったが、今度は発電機の故障というトラブルがあり、修理のため営業開始は同年11月1日となった。熊本電灯、長崎電灯に続く九州で3番目の電気供給事業である。会社設立前の段階では、 電灯戦闘を供給する計画であったため、発電機1台分の計算で、資本金は5万円に設定されたが、需要開拓のため電灯料金を低く抑えたことで、想定以上の申し込みがあり、急遽車載発行都市金の借り入れによって、発電機1台を追加で用意した。このため、負債比率が高くなって、追加融資が受けにくくなり、開業直後に早くも、 資金不足に陥ってしまう。しかし開業時から、電灯数が発電能力の限度に近い1800等に達するなど需要は多く発電所増設が必須な情勢であった。その一方で、開業直前の1897年10月に、初代社長の磯野七平が死去した後、11月に、取締役の太田製造が二代目社長となるが、 翌1898年4月には新任の取締役石橋雄三郎が専務となるというように磯野の後継が決まらず企業統治でも不安定な状況にあった。1898年になって大学増資による不債一層と発電所の増設という打開策が考案されたがこの計画は経営陣と株主の対立を招く。 同年8月、役員総辞職により取締役、監査役すべて前任者と異なるという新経営陣が就任するが、2ヶ月後の10月にはこの役員も総辞職に至る。同月の株主総会では選出された役員が全員就任を拒否するという事態へと発展。一時は会社の解散さえ噂されるまでになった。結局10月末に専務、 野村幸夫、取締役、大田製造、石橋優三郎らという新経営陣が立ち上げられ、12月には増資問題の妥協が成立10万円への倍額増資が決定した。倍額増資で可能となった発電所の増設は翌1899年12月に完成。この間の1899年6月に、 燃料石炭費の高騰を理由に、電灯料金を大幅に引き上げたが、熊本電灯や長崎電灯など周辺事業者と、同水準の料金であり、需要化の反対はなく、従って、需要増加のペースが衰えることはなかった。料金の値上げと供給増加で、業績は、高配当が可能となるまでに好転し、好業績を背景に、社内の対立は収束していった。 博多伝統社長、九州伝統鉄道常務、山口常太郎日露戦争後の1906年、博多伝統の伝統供給は、需要過数2000個、灯数8000灯を突破した。電源の東中須発電所は、需要増加とともに増設が重ねられていたが、この時期には、敷地の問題でこれ以上の増設が不可能となっていた。また、 石炭価格の高騰で業績が低下していたこともあり、双方の問題の解決策として、当時の社長、大田製造は、水力発電を施行した。そして当時、佐賀県を流れる筑後川水系城原川における、水力発電を、元博多伝統役員のム田万次郎が計画していた、ことから、大田は、これと博多伝統の合同を計画した。 1906年11月4日、ジョーバル川開発のための新会社、高滝水力電機が発足。2日後の6日には、早速、博多電灯と広滝水力電機の間で合併仮契約が締結された。合併の承認を得るべく11月25日に臨時株主総会が招集されるが、総会では、 株主の中から炭鉱業者の堀三太郎、元福岡日日新聞主筆の山口常太郎ら、火力派と呼ばれたグループから強い反対意見が出され、合併の承認をせず後日調査の上結論を出すということとなった。株主の中から選出された調査委員が広田木発電所建設予定地の視察や送電についての調査を行い、それを報告した結果、 株主の間では火力派の勢力が強まり、水力発電を提唱する大たらを支持する声は小さくなっていった。資金調達などの都合で、博多電灯社内の結論を待てない、広滝水力電機は12月20日をもって合併仮契約は執行すると博多電灯に通告する。そして結論はこの期日までに出ず合併は自然消滅となり、 博多電灯では大田が社長を辞任、経営陣は新たに社長となった山口をはじめ、火力派へと交代した。水力発電への進出を選択しなかった。博多電灯では、1908年9月、福岡市郊外の筑市郡住吉村に、新火力発電所の住吉発電所を建設した。また、同年3月、 大牟田伝統の合併と福岡県南部の大牟田市における死者設置について低新省から認可を得た。この大牟田伝統は、三池土木社長、野口中太郎らを発起人として計画されていた会社であるが、資本金10万円の株式募集が難航し、会社設立に至っていなかった。これに着目した博多伝統は、大牟田伝統を発起人と交渉し、 博多電灯の手で大牟田地区の供給事業を行うこととしたのであった。大牟田における電気事業は翌1909年2月27日に開業。2日後の3月1日付で博多電灯は大牟田支社を開設している。経営面では博多電灯は1900年代を通じて増資を重ね資本金を膨張させていった。 1899年に続く2度目の増資は5万円で、1902年7月に株主総会で議決。ついで住吉発電所建設のため1907年7月に20万円の増資を議決し、翌1908年10月にも5万円の追加増資を議決。さらに1909年3月には40万円の倍額増資を決議している。 設立以来5度にわたる増資で、資本金は、設立時の16倍、80万円に拡大した。福博電気機動社長、福沢桃介福博電気機動専務、九州電気常務、松永安左衛門1910年3月、福岡市に、路面電車が開業した。運営する事業者は、福博電気機動株式会社といい、 前年1909年に設立されていた。社長は、東京の実業家、福沢桃介で、博多伝統社長、山口常太郎や大田製造、無田万次郎など、博多伝統関係者も役員に名を連ねていた。同社は、電車の運転に要する電気は、自社火力発電所から得ていたが、1911年3月に、博多伝統と、 電力受給契約を締結し、自社発電から受電への転換を決定した。このことで、博多電灯と副白電気軌道の関係は緊密なものとなった。また1906年に博多電灯との合併仮理契約を締結したが、合併に至らなかった佐賀県の広滝水力電機は、1910年になって、新会社、九州電気株式会社となっていた。 この九州電機の役員には、福白電気機軌道の役員を兼任する者が多く、九州電気取締役の福沢桃介は、福白電気機軌道社長、九州電気常務の松永安左衛門は、複白電気機軌道専務であった。博多伝統と複白電気機軌道の関係強化と、複白電気機軌道、九州電機の人的結合を背景に、1911年になって、 博多電灯、福博電機起動、九州電機三社の合併計画が浮上する。松永安左衛門の主導によって三社の合併は具体化され、1911年5月31日付で合併仮契約締結まで進んだ。しかしながら、博多電灯、九州電機の株主は、この合併に強く反対した。当時の三社の業績を見ると、 払い込み資本金は、九州電気、福白電気起動、博多電灯の順に多かったが、利益金は、その反対で、従って、配当率も博多電灯12%、福白電気軌動10%、九州電気7%という具合であった。このことから、博多電灯側は、業績が見劣りする九州電気の合併に難色を、示し、 九州電気側は豊富な未開発の水力資源を抱えるにもかかわらず現状の営業成績のみを基準として不利な合併条件となることを恐れて合併に反対した。合併承認に至らないため三社の合併は一旦中止され、差し当たり合併に異論が起きなかった博多電灯を複白電気軌道の二社で合併することとなった。 両社は1911年6月12日付で合併仮契約を締結28日の臨時株主総会においてそれぞれ合併を承認した。博多弁当では住吉発電所増設のため同年3月に売額増資を決議していたが、これに副白電気軌道の資本金120万円を加えて、 新資本金を280万円とし、解散する福白電機機動株主に対し持ち株一株に、つき博多電灯の新株一株を交付する、という合併条件であった。合併は1911年11月2日付で、成立し、博多電灯は、博多電灯機動株式会社へと社名を改めた。合併成立後の11月26日付で、 役員回線があり、旧博多電灯福白電気機軌道の双方から役員が選ばれた。社長は、博多電灯社長の山口つ太郎が引き続き務め、その下には、福白電気機軌道から、専務取締役に、松永が入っている。なお、福白電気機軌道社長の福沢ももは役員には、ならず、相談役に押された。九州電統鉄道社長、 伊丹や太郎博多伝統、福白電気機軌道の合併決定後、両社の株価は、会社の将来への期待から高騰したものの、反対に合併に参加しなかった九州電気の株価は、急落した。株価下落を受け、合併参加に反対していた九州電気の株主、役員も博多伝統軌道との合併に前向きになり、同社は1911年9月24日の、 臨時株主総会で、博多電灯軌道との合併を承認した。その一方、博多電灯軌道側の九州電気合併決議は、半年後の1912年4月までずれ込んだ。今度は、博多電灯軌道社内での路線対立が表面化したためである。電源拡充の必要性から合併を推進する、松永、福沢のグループに対し、 反対派の堀三太郎や原小次郎のグループが博多電気軌道との合併をむしろ推進すべきと主張した。この博多電気軌道というのは1910年に福岡市内に路面電車を建設すべく設立された会社であるが当時福岡市内とその郊外での電気供給を認可されており博多電灯軌道にとって将来的に競合する可能性のあると見られていた。 松永派と堀派の対立は株式の買い占めによる主導権争いにまで発展したが最終的に松永派が主導権を確保し九州電機との合併を方針化させることに成功。博多伝統軌道は4月25日の臨時株主総会にて九州電機の合併を承認した。翌4月26日。 博多伝統機動九州電機間に合併契約が締結された。合併に際しての存続会社は、博多伝統機動同社は205万円を増資して、資本金を485万円とし、九州電機の株主に対して、額面50円払い込み済み株式1株につき、同額株式0.8125株、25円。 払い込み株式1株につき同額株式0.75株を交付するという合併条件であった。合併時の九州電気は資本金270万円であったが、配当率の関係により合併比率が切り下げられ、その差額は合併新会社の別途積立金に繰り入れて、減価償却に充てられた。同年6月7日、 博多電灯軌道と九州電機の合併は、低新章より認可が下りた。そして1912年6月29日、博多電灯軌道と九州電機の合併が成立し、博多電灯軌道の社名変更により、九州電灯鉄道株式会社が成立した。合併に際し佐賀県在住の株主が合併後の本社を佐賀市に置くよう求めたが、 同日の株主総会で、九州電灯鉄道の本社は引き続き、福岡市に置くと決まり、佐賀市には、旧九州電気区域を統括する佐賀支社が設置された。総会では続いて、役員選出をめぐって紛糾し、妥協の末に、九州電気から、佐賀の伊丹や太郎が新社長に就任した。合併後の新体制は、 伊丹の下で常務取締役として山口常太郎、松永安左衛門と九州電気常務の田中、徳次郎の3名が経営実務を担うものとされた。なお1割以上の株式を握る筆頭株主で新社長候補であった福沢桃介は役員就任を辞退して相談役に泊まった。合併後の九州伝統鉄道は 旧博多電灯の火力発電所に、旧九州電気の広木発電所、川上川発電所という二つの水力発電所が、加わって、水力、火力併用の電源構成となった。その上未開発の水力を多く放送する、川上川が支配下に入り、さらなる水力開発が可能となる。以後九州電灯鉄道は、 川上川第一、第二発電所をはじめ川上川を築地、開発することになる。日露戦争後の企業をブーム以来全国的に小規模電気事業者が相次いで設立されていたが、これらはその後組織、資本を整えた大規模事業者に統合される傾向があった。九州伝統鉄道においても会社の基礎が確立すると周囲に散在する。 軍商事業者を統合する方針を定め、1913年以後、福岡県、佐賀県内のみならず、長崎県や九州を出て、山口県へもその範囲を広げて、統合を実施していった。1913.15年の統合九州電灯鉄道がまず統合したのは、糸島電灯、七三水力電気、佐世保電気、大磯電灯、唐津軌道の、 計5社で5社分まとめて1913年9月15日合併仮契約を締結9月30日臨時総会での合併承認を経て同年11月30日合併報告総会を開いて合併手続きを完了した合併後の資本金は140万円増の625万円であるさらに1915年9月には津屋崎伝統 胸方電気の2社から事業を買収した。これらの会社はいずれも、資本や電力需給の面で、九州電灯鉄道と密接な関係にあった。非統合7社の概要は、以下の通り。1916年の統合長崎電気ガス社長、小賀春一続いて1916年、久留米電灯、長崎電気ガス、馬漢電灯の3社を合併した。 合併手続きは1月15日合併仮契約締結、1月31日臨時総会における合併承認と進められ、5月4日合併報告総会が開かれて合併手続きが完了した。合併と同時に久留米佐賀、長崎、佐世保、下関の5カ所に支店が設置されている。三社合併による増資は263万6000円で、 合併後の資本金は888万6千円となるが、合併承認の総会にて、同時に911万4千円の追加増資が決議されており、資本金は1800万円となっている。非統合3社の概要は以下の通り。1918年以降の統合1918年1月、九州電灯鉄道は、調布電灯より事業を買収した。 買収決議は、前年12月25日の定時総会にて実施され、12万5千円の払い込み資本金額と同額での買収であった。ついで1919 19年10月18日の臨時総会にて、ヒコ電機の合併を決議し、翌1920年3月13日報告総会にて、合併手続きを完了した。彦島電機との合併により、 資本金は1862万5000円となっている。非統合2社の概要は以下の通り。女子畑発電所以上のように成立以来相次いで合併、買収を繰り返した九州電灯鉄道であったが、博多電灯軌道と九州電機が合併する際に問題となった同じ福岡の路面電車事業者博多電機軌道の合併については失敗した。同社が、 九州水力電機と合併したためである。博多電機軌道の合併については、九州伝統鉄道成立前の1912年4月から協議が行われていた。6月に合併条件で、両者合意に達するが、博多電機軌道の株主が合併条件に不満を持っているのを察知した、九州水力電機が介入し、より有利な合併条件を提示して、 博多電気軌道に合併を勧誘した。このことから7月17日に、博多電気軌道は、九州水力電気との合併を役員会で決定する。その後九州電灯鉄道側は、麻生滝地の調停で巻き返しを図り19日には、合併仮契約の締結にこぎつけるが、翌日に開かれた博多電気軌道の大株主会は、九州水力電気との合併を指示。 これを受けて21日の博多電気軌道役員会は、九州伝統鉄道との仮契約締結を撤回し、改めて、九州水力電気との合併を決定した。そして同年11月、博多電気軌道は、九州水力電気に合併された。博多電気軌道を合併した九州水力電気というのは、大規模水力開発と長距離送電技術を、 組み合わせ筑後川、山国川において、水力開発をなすべく1911年に設立された電力会社である。1913年に当時九州最大の出力1 2 0 0 0ットを要する女子畑発電所を完成させ、翌年より北九州方面への送電を開始した。その一方で、九州水力電気は北九州に並ぶ九州北部における、 需要地である福岡市への進出を目論み開業に先立って博多電気軌道を合併同社が保有していた福岡市とその周辺町村における電気供給権を継承したこうして九州水力電気は九州電灯鉄道の地盤である福岡へと割り込む足掛かりを得た九州水力電気の福岡地区に対する供給権は 既存の九州伝統鉄道の架空配電線による供給と混乱しないよう地下配電線によるようにとの条件付けで低新省より認可されていた。これを踏まえ1913年春より九州水力電気は地下線の工事に着手。九州伝統鉄道よりも安価な電気料金により短期間のうちに需要化を獲得し6月末までに2万2000の 供給申し込みを集めた。これに対抗して、九州伝統鉄道側も、料金を同水準に引き下げたものの、こうした両者の競争は、市外在住の両者株主には好ましいものではなく、紛争を根絶して、なおかつ重複投資を避けよ上電力が活用できて、多大な利益があるなどとして、両者の合併を推進する動きが生じた。そして11月には、 両者の間で合併に関する申し合わせが取り交わされるに至った。合併に関する申し合わせにより、両者間の合意のない料金の値下げ、割引を禁止した上で、九州水力電気は地下配電線工事を停止する代わりに、同工事施工済み地域における、九州電灯鉄道の供給権並びに、配電設備を電灯一等につき10円で譲り受けることとなった。 これに基づき、九州水力電気は、地下線工事を停止している。しかし合併交渉については、九州電灯鉄道の方が当時業績が優れていた、ことから、合併条件をめぐって合意が成立せず、1916年冬になって決裂した。結局その後も合併が実現することはなかったが、地下線区域に関する問題は残り、 1919年3月になって九州水力電機が九州伝統鉄道に対して地下線区域の営業権上等を要求して裁判を起こした。この問題は東方電力となった後まで続き、1923年に裁判が九州水力電機の勝訴で確定したのを受け、当時の定信大臣犬飼武氏の裁定で翌年6月、 申し合わせ通り、九州水力電機が、地下線区域の営業権を東方電力から、購入するもののそのまま、東方電力へと経営委託する、という条件で和解を見た。関西電気初代副社長、下出民吉彦島電気合併直後の1920年3月30日開催の、臨時総会にて、設備の拡張のため一挙に、 倍額以上の増資を行い資本金を5000万円とした。この後戦後強行が発生するが、需要増加のペースが鈍ることはなく、概ね経営に影響はなかった。1921年12月23日、九州伝統鉄道社長の伊丹太郎と、同社常務の松永安左衛門は、それぞれ、関西電気株式会社の社長と副社長に就任した。 この関西電機という電力会社は、九州電灯鉄道相談役の福沢桃介が1914年以来、社長を務めていた愛知県の電力会社名古屋電灯と、奈良県の電力会社関西水力電機が1921年10月に合併し成立したものである。成立当時資本金は6914万9650円で、本社は、 愛知県名古屋市にあり、名古屋伝統時代から伊丹、松永と交代するまで福沢が社長、下出民吉が副社長であった。名古屋伝統は福沢の本拠のようになっていたが、伊丹、松永と交代して、経営からほぼ退いた。松永は後年の改装で、福沢は名古屋の政財界との折り合いが悪く、その上事業では、 需要急増に伴う供給力不足で停電が頻発して市民の不満を買っているような状況で行き詰まっており、名古屋電灯と関西水力電気を合併しても打開できるよう状況ではないことから松永がピンチヒッターとして関西電気に移ったと書いている。福沢は以後、名古屋電灯から派生した大道電力の経営に専念した。関西電気の社長、 副社長に伊丹と松永が就任した時点で、関西電機と九州電灯鉄道の合併は内定しており、1921年12月25日、両社の間で合併仮契約が交わされた。松永によると、両社の合併は関西電機の急上打開策であったという。合併について、九州電灯鉄道の一部株主からは、合併の同期が、 松永の市場に基づくものであり、また、九州水力電気などとの合併による九州の電気事業統一という目標の放棄である、との批判が出たが、松永は、九州の電気事業統一は直ちに実現するような、ものではなく、中央の株式市場で募集できる、関西電気と合併するならば、地方的企業から脱皮でき資金調達の面で有利で、ある、と反論し、 合併を主張した。翌1922年1月12日、両社の株主総会で合併が承認された。合併条件は、存続会社を関西電機として、資本金を5000万円増資し、解散する、九州伝統鉄道の株主に対して、同社株式一株につき、関西電機株式一株を交付するというものであった。 1922年5月31日、低新省より、関西電気・九州電灯鉄道の合併認可が降りる。同年6月26日、関西電気にて、合併報告総会が開催されて、合併手続きが完了し、同日をもって、九州電灯鉄道は解散した。この合併によって、関西区域とそこから地理的に大きく隔てられた、九州区域を加えた。 計12府県を供給区域とする巨大で得意な電力会社が成立。合併同日の株主総会をもって、関西電機は、東方電力株式会社に社名を変更し、合わせて本社を東京へ移転している。九州電灯鉄道は解散したものの、この新会社、東方電力の首脳陣は引き続き、伊丹が社長、松永が副社長を務め、 専務に田中徳次郎が加わるなど、旧九州電灯鉄道の経営陣が主体であった。以後、東方電力は1942年に解散するまで業界を大手、五大電力の一角として活動することになる。会社設立時から関西電気成立直前の1921年までの規別業績の推移は以下の通りである。決算期は、 毎年5月11月の2回。なお支出には、減価消却金を含まない。以下、遠隔のうち供給の推移について承述する。1897年11月1日に、博多電灯が開業した当初、供給する電気は、電灯用のみで、開業時の電灯数は1811灯であった。開業前の見積もりでは、電灯需要は1000灯で、 6 0ットの発電機1台で賄える計算であったが、実際には、このように想定より需要が多く、電源である東中須発電所は、発電機2台体制でのスタートとなった。開業当日には、東中州の本社に、福岡県知事以下官民数百名を招待し、伝統に関する知識普及の一助とすべく、開業披露宴を挙行している。 当初は設備の不備から停電が相次いだものの、電灯は市民に還元され、増やした供給力をさらに上回る供給申し込みがあったという。開業時の電灯料金は普及促進を目的に安価に設定されていた。しかし、燃料石炭価格や賃金の高騰などで収支が合わないため1898年4月に第一次値上げを断行し、 各20銭値上げた。この段階での伝統種別は、半野党、三次党、州野党、州野県党の4種。職工種別は10職16職25職32職国高党1200職の5種で、これらを組み合わせた18通りの料金が設定されていた。料金は10職種野党で85銭、16職種野党で1円10銭。 値上げに対する反発はほとんどなく、その後も転倒申し込みが相次いだ。翌1899年6月にも第2次の値上げを実施し、月額1 5 0ずつ引き上げた。しかし相次ぐ値上げにもかかわらず、1899年12月に1回目の発電所増設が完成し、供給余力が生ずると供給数は大幅に伸長した。 特に1902年は、観光千年祭の開催時に、臨時島250灯余りを点灯し、採点後も引き続き需要が増加したことから全、発電機を常に運転する状態となった。このため、博多電灯では、同年7月に2度目の発電所増設を決定している。1904年に、日露戦争が勃発すると石炭が高騰したため、7月に、 第3回値上げを実施した。この段階での伝統種別は、半野党、三次党、州野党、州野外党の4種。職工種別は10食、16食、25食、32食、50食、100食、国交等1200食の7種があり、月額料金は10食、州野党で1円40銭、16食、州野党で1円75銭に設定された。 戦後の1907年に発生した反動強行の影響が経営に及ぶと対策として需要化の希望に沿い低料金の低食高騰の供給を始めた。低食高騰の供給は前年より始めていた断線した電球の無料交換とともに好評であり強行の影響の軽減につながった。 開業10周年を迎えた1907年に、伝統数は9000頭を超え、供給力の限界に達して、供給の申し込みを遮絶せざるを得ない状態となった。1908年9月、増設の余地がなくなった、東中州発電所に代わる、発電所として、出力500キロワットの住吉発電所が完成した。新発電所建設に伴う、 一応の供給力不足解消で供給は伸長し、間もなく、電灯数が1万頭を突破する。さらに新発電所建設を機に開業時から手掛ける、電灯供給に加えて、同年10月より、動力用電力の供給も開始した。こうして利用が始まった、電動機は、当初精米その他にごくわずかな需要があるだけであったが、勘弁で、 経済的という利点が周知されると、工場の蒸気機関や、石油発動機を電動機に置き換えるなどの動きが、広がって徐々に利用が増加していった。また動力用配電線を応用して、火器の電気扇風機利用を認めると、申し込みの車説を余儀なくされるほどの需要が生じた。 新発電所建設後も続く需要増加に対応すべく、住吉発電所2号機増設が1910年3月に実施され、供給力は1 5 0 0ットとなった。増設を機に、同年7月、九州の他の火力発電事業者と比べて高価になっていた電気料金を引き下げた。 この第一回値下げにより、月額の伝統料金は10職衆野党で1円20銭、16職衆野党で1円60銭などとなった。同時に使用量によって料金が変動する重量等の制度も設定されている。1910年には発電力増強ではなく、電球の改良により消費電力を減らすことで供給余力を増やすという手法も採用された。 すなわち、タングステン電球の利用開始である。この電球は、発光部分にタングステン線を用いる電球であり、フィラメントに炭素線を用いる従来の炭素線電球に比べて、消費電力が約3分の1ですみなおかつ長寿命であるという特徴を持つ。福岡市では1906年2月に博多ガスが、 都市ガス供給を開始しガス等の利用が進みつつあったが、タングステン電球の出現は、電灯の競争力を向上させ、ガス等から電灯への転換を促す契機の一つとなった。翌1911年6月には、副白電気軌道との合併決定に伴う第二次料金値下げを実施し、月額電灯料金を住職等で80銭。 16、食糖で1円10銭などとしている。値下げにより一旦減収となるが、需要増加の引き金となり、長期的には増収につながった。1909年2月27日、福岡地区での事業に加え、福岡県南部の大牟田地区においても、電気事業を開業した。電源は、専用に新設した大牟田発電所である。大牟田地区の事業は、 三池港開港に伴う同地の発展とともに、新調し、1910年下期末には、伝統数3190灯を数えた。なお同地にある三井三池炭鉱は、博多伝統開業よりも前の1894年12月から、自家発電を開始して、伝統や電動機の電源に当てており、この段階では、電力会社との受給関係はなかった。 博多伝統時代末期の1911年上期末時点における供給成績は、伝統数は、福岡地区338棟、大牟田地区3751棟の、計33789棟、動力用電力供給413.5馬力であった。1912年6月、前年に、博多伝統、福白電気機動合併により成立した。 博多電灯軌道と佐賀県の九州電気が合併し、九州電灯鉄道が発足した。この合併による供給区域の拡大に加え、合併直後に住吉発電所の2 0 0 0ット増設工事が竣工して、福岡市内を中心に電灯電力供給が大幅増となったことで、会社の供給成績は一挙に拡大。 1912年下期末時点では、電灯数は合併前の2倍以上の10万千灯電力供給は5倍の約2000馬力となった。この間の1912年10月、供給力が豊富となったことを受けて、福岡地方の電灯料金の第三次値下げを実施し、同時に電灯工事の無料化を行ったため、需要はさらなる増加に向かった。 1912年10月の電気料金改定により、福岡地区の伝統料金は10食定額内等で、月70銭、16食定額内等で、月1円などとなった。翌1913年春より、九州水力電気が低料金を持って、福岡市内で地下配電線工事に着手すると、九州伝統鉄道でも対向上値下げを余儀なくされ、 福岡地区の伝統料金について、同年6月再度改定した。この段階での伝統種別は、定額の内あかり、外頭臨時等と重量等、職工種別は5職10職16職25職32職50職100職こ高等1200職からなり、料金は10職定額内等で、月50銭。 16色定額内灯で75銭などと設定された。この料金は旧九州電気区域よりも低廉であった。1914年に始まった第一次世界大戦の期間中の電灯、電力需要は旺盛で、周辺事業者の合併による供給区域拡大と合わせて供給を拡大させる要因となり、九州電灯鉄道の供給実績は、 翌1915年には、電灯数が20万灯、電力供給馬力数が5000馬力を超えるに至った。供給力不足を補うため1914年5月には、電車部門の人員も動員して、福岡市内とその近郊の各弧を回り、炭素線電球を一斉に、タングステン電球へ取り換えるという、思い切った措置を講じている。長崎電気ガス、クルメ電灯、 和寛伝統の三社を合併した1916年には、伝統数が36万棟となるとともに、電力供給が1万千馬力に達する。翌1917年6月、合併によって拡大した供給区域内の料金を統一すべく、全社的な料金値下げが実施された。16色定額内棟を例にとると、福岡市内と久留米。 佐賀、長崎、下関各市内揃って月70線となっている。戦中の後期から戦後にかけても、需要の増加は続き、1921年下期の供給実績は、電灯数が1916年の2倍、近い70万灯電力供給に至っては3倍、近い3万3000馬力へと拡大した。 特に電力供給は1920年12月に大幅値上げされていたにもかかわらず供給がそれ以降に1万馬力増加するという盛況であった。この時の料金値上げは賃金、物価の上昇に伴うもので、伝統料金については、福岡、久留米、佐賀、長崎、下関各市内の場合、住職、 16色定額内灯を例に取るといずれも10銭ずつの値上げとなり、それぞれ月60銭80銭とされた。なおこの時期の大口電力需要家として、福岡丹田、唐津丹田の中小炭鉱や、長崎所在の三菱造船長崎造船所、長崎宝石、長崎の路面電車会社長崎電気軌道などが挙げられる。 1897年の開業から1921年までの伝統供給実績及び電力供給実績の推移は以下の通り。決算期は毎年5月11月の2回で供給実績の数値は各期末、収入の金額は各期中のものである。1911年末時点における博多電灯軌道の供給区域は以下の通り。 1921年11月末時点における九州伝統鉄道の供給区域は以下の通り。1921年11月末時点で伝統数が最も多い都市は長崎市で以下福岡市、下関市、佐世保市、久留米市、大牟田市、佐賀市と続く。一方伝動基馬力数は 福岡市が1147馬力と最多で、以下長崎市、下関市、久留米市、佐賀市、佐世保市、大牟田市の順である。これらの九州地方及び下関地区の地域は、1922年の東方電力成立後は、同社、九州区域とされ、管内には、福岡、久留米、大牟田、佐賀、佐世保、長崎、 下関の7支店が設置された。このうち下関支店管内の事業は1933年に県営電気事業を営む山口県へと譲渡されたが、他は東方電力に残り、1937年にかけて周辺事業者の合併に伴って供給区域を広げた。九州6支店管内の供給区域は、その後、 太平洋戦争中の廃電統制令によって、九州廃電へと移行するものとされ、1942年に、同社へと設備が出資された。戦後1951年になって、この九州廃電を引き継いで、九州電力が成立している。以下、遠隔の内電源の推移について詳述する。博多電灯最初の発電所は、東中州発電所といい、 1897年11月の開業に合わせて福岡市東中洲に設置された蒸気供給の推移で記述したようにその後2度の増設が行われており発電所出力は当初の1 2 0ットから2 4 0ット3 6 0ットと推移している当初設置された発電機は芝浦製作所製で出力6 0ットの 炭素交流発電機であった。これらの開業時に用意された国産機器は故障が多かったため、増設に際してはアメリカからの輸入機器が設置されており、1899年12月増設の3号機、及び1902年7月増設の4号機は、ウェスティングハウスエレクトリック製の1 2 0ット炭素交流発電機1台であった。 東中州発電所は、下記住吉発電所の2号機増設竣行によって、予備設備とされ、後に廃止された。東中州発電所は2度にわたる増設でそれ以上の拡張の余地がなくなったため、博多電灯では当時福岡市の郊外であった、筑志郡住吉村での新発電所建設を決定し、1908年9月に、住吉発電所を新設した。 発電所の主要設備は以下の通り。このうち新設当初に設置されていたのは米国ゼネラルエレクトリック製機企画1台のみで発電所出力は5 0 0ットであった。需要の増加に伴って1910年3月に2号機が増設されて出力は1 5 0 0ットとなり九州伝統鉄道成立直後の1912年6月に3号機も 完成して、出力は2 0 0 0ット増の3 5 0 0ットとなった。さらに1916年7月には、発電機出力の変更で、認可出力が4 0 0 0ットとなっている。住吉発電所は、東方電力時代の1938年12月に、廃止許可があり、現存しない。東中州発電所。 住吉発電所を置いた福岡地区とは別に、博多電灯は、大牟田市内に、大牟田発電所を新設して1909年2月より、大牟田地区での供給を開始した。この大牟田発電所の主要設備は、以下の通り。下記の通り、大牟田発電所は1913年に、予備設備となった後、1915年7月に、休止となっている。 広田木発電所九州電気の合併により、九州電灯鉄道の電源には広田木発電所と、川上川発電所という二つの水力発電所が、加わった。前者は、佐賀県神崎郡瀬振村大技広田木にある、筑後川水系上原川の発電所。後者は、佐賀県佐賀郡、小関村大技小福川にあった川上川の発電所である。 発電所出力は、広崎が1000キロワット、川上川が1050キロワットであった。九州電気時代、広崎発電所からは、佐賀、神崎、諸富、久留米、鳥栖の各変電所、川上川発電所からは、佐賀、小木、唐津、三坂の各変電所へと送電されていた。九州電灯鉄道の成立後、 川上川発電所と福岡住吉発電所の連絡が完成すると水力火力発電の並列運転が可能となった。これにより日中は水力発電所の電気を福岡方面へと送電して火力発電を休止できるようになり反対に夜間は佐賀方面に対し火力発電によって供給力不足時の補給が可能なった。 また1913年に川上川発電所から大牟田まで送電線が仮設されたことから大牟田発電所は予備となりその後1915年7月に休止された川上川第一発電所九州電灯鉄道は成立直後から水力火力併用の発電を目指し真っ先に九州電気から引き継いだ川上川の開発に着手する 1912年12月、川上川にて、川上川第一発電所、同、第二発電所の推理権を得て、翌1913年3月まず、川上川第二発電所を着工した。川上川第二発電所は、佐賀郡、小関村大和小福川にあり、川上川発電所の上流に位置した。着工翌年の1914年5月に、 竣行している。第二発電所の主要設備は、以下の通り。第二発電所に続いてその下流、小木群南三村大和下熊川にて、川上川第一発電所の建設が1913年5月に、始まった。1916年8月に一部が運転を開始し、翌1917年6月より、計画通り出力6 6 0 0ットでの、 運転を開始している。第一発電所の主要設備は以下の通り、発電所建設に前後して送電網の再整備も進められた。まず1914年8月、佐世保への送電線を建設して、旧佐世保電機から引き継いだ佐世保発電所を廃止、川上川系統の余力による供給に振り替えた。さらに、翌1915年11月には、 川上川第一発電所から長崎へ至る長崎送電線を新設。合わせて大村にも変電所を設置し、旧大関電灯への供給用であった大村発電所を廃止している。さらに1916年までに送電線の開廃、新設が相次いで実施され、九州電灯鉄道の送電網は一新された。なお両発電所の所属会社は、 九州伝統鉄道から東方電力、日本発送電と変遷した後、1951年より九州電力に移り、同社川上川第一発電所、北伊33度20分51.9秒、統計130度14分51.9秒。 北緯33.347750度統計130.247750度33.347750130.247750および川上川第二発電所となっている九州電灯鉄道が1916年に合併した長崎電気ガスは1912年に長崎市稲佐地区の朝日町にて火力発電所を建設していたが 九州伝統鉄道でも1915年8月になって長崎進出に伴う予備電源として同発電所構内に自社の長崎発電所を新設した。長崎電気ガスの合併後は両発電所を合わせて長崎発電所と称している。1919年2月には3 0 0 0ットの増設工事が竣工した。 増設後の長崎発電所の主要設備は以下の通り。長崎発電所は1945年に廃止されており減存しない。なじま発電所川上川第一発電所に続く電源開発は水力発電の適地が川上川以外に存在しないことから火力発電とされ需要増加を見越して1916年11月に 常述の長崎発電所の増設と2万キロワットの大規模発電所新設が決定された。発電所の立地は翌年に佐賀県内の山本駅付近に一旦決定されたが、1918年になって福岡県か須谷郡、多田村明島に変更された。こうして着工されたのが那島発電所で、1920年の4月と6月に、 発電機が一台ずつ完成し、竣工した。なじま発電所の主要設備は、以下の通り。なじま発電所からは、川上川第一発電所との間を連絡する66、キロボルト送電線が建設された。これにより、なじま発電所を起点に、川上川第一発電所を、中継点として、南は、佐賀、大川変電所へ、西は東、あずま竹尾を経て、 佐世保、大村、長崎の各変電所へと至る基幹送電線が完成、そこから各発電所、変電所にて分岐する、枝線で各地へ送電する、送電網が構築された。以上の発電所新設の結果、独立した送電系統の下関支店を除いた九州、電統鉄道の発電力は、水力が4発電所、計1 6 0 0ット。 火力が3発電所、計2万8 0 0 0ットとなり、総発電力は、合計3万8 6 0 0ットに達した。なお、なじま発電所は、九州電灯鉄道から、東方電力、日本発送電を経て1951年より、九州電力の発電所となるが、1960年12月に、廃止され減損しない。 1916年から1920年にかけて、馬館電灯、調布電灯、彦島電気を統合したことで成立した、下関支店管内の地域は、山口県内における電力需要の中心の一つであった。電源としては、馬館電灯から引き継いだ下関発電所があり、はじめ出力8 0 0ットで運転していたが、 九州伝統鉄道合併後の1917年5月に増設工事が進行して出力は2 0 5 0ットとなった。しかし第一次世界大戦後の需要増加に対応できなくなったため九州伝統鉄道では豊浦郡長府町前田での進化力発電所新設を決定した。こうして建設されたのが前田発電所である。 1921年7月より運転を開始した。前田発電所の主要設備は以下の通り。この前田発電所も、なじま発電所と同様にそれまでの総発電力を単体で上回る大出力の火力発電所であった。このような大火力発電所の新設は、常務の松永安左衛門が計画したものという。前田発電所は、九州伝統鉄道。 東方電力を経て1933年に山口県営となり、さらに日本発送電を経て1951年より中国電力前田発電所となるが、1960年3月に廃止されており現存しない以下遠隔のうち軌道事業について承述する。九州電東鉄道が経営した軌道事業のうち福岡市を東西に従管する電気軌道は、 福白電車と呼ばれた。元は、福白電機軌道が建設した路線で、1910年3月に、最初の区間が開通したのを皮切りに、翌年までに、箱崎、今川橋間と四川の五福町、博多駅前間、計 8.19km が、全線復線で開業した。1911年10月の博多電灯。 福白電気軌道の合併に伴いこの路線は、九州電灯鉄道の運営に移った。電車の電源として、開業時よりカ、片カス発電所が運転されていたが、運転車量数が増加するにつれて供給力不足となったため、1911年3月、住吉発電所からの受電契約を結んでカ、片カス発電所を休止することとなった。 住吉発電所の発生電力を交流から直流に変換し電車用動力に供する変電所は同年10月度発電所構内に完成した。電車の運賃は複白電気機動時代の1911年3月に改定されて以降は普遍で全線を7分割し1区につき2線を徴収する区間運賃制を取った。 運賃制度は普遍であったが、沿線イベント開催時の運賃はあり引きや沿線での、住宅、娯楽施設経営など、積極的な集客策により、1912年から1921年の9年間で、乗客数は5倍、運賃収入は4倍に拡大している。この間の1921年6月5日、箱崎から東へ、 高科大学前までの路線延伸区間約750メートルが営業を開始した。九州伝統鉄道が経営した軌道事業のうち、佐賀県唐津地方の非電化軌道は唐津軌道と呼ばれた。元は唐津軌道株式会社が建設した路線で、1900年に、まず浜崎、三島間が開業、その後三島から西へ順次延伸して、 九州伝統鉄道との合併直前、1913年11月に、スケシマで到達していた。全長は1 1 4トルこの唐津軌道は、馬車鉄道であったが、1913年11月に、九州伝統鉄道へ引き継がれると、石油発動車6台が導入されて、運行本数が増加した。さらに1916年には、 駆動式上機動車も導入されている。しかし、全身会社に携わった草場基吉によると、こうした施設の改良にもかかわらず、唐津機道は思うような成績を上げなかったという。1911年から1921年までの機動事業輸送実績の推移は以下の通り。決算期は毎年5月11月の2回で乗車自認。 運賃収入ともに、各機中のものである。福白電車と唐津軌道は1922年以降、東方電力の軌道部門となったが、唐津軌道については1930年11月に廃止され、東方電力系の九州鉄道によるバスで代替された。福白電車については1934年になって、東方電力から分離され、 九州水力電気参加の博多電気軌道と事業統合の上で、福白電車株式会社に移された。同社は1942年に合併で西日本鉄道となり、その路線は西鉄福岡市内線とされたが、旧九州電灯鉄道の線区は1975年11月に廃止されており現存しない。以下、遠隔の内電気事業。 起動事業以外の遠隔について省述する。石炭ガスの製造、供給、これに関する副生物の生成、販売といったガス事業は、1916年5月に長崎電気ガスに合併したことで同社より引き継ぎ、開始した。事業は長崎支店の所管で、石炭ガスの供給区域は長崎市内、ガス工場は同市や千代町一丁目にあった。 九州伝統鉄道に関与した福沢桃介、松永安左衛門の両名は九州では他にガス事業も経営し1913年6月に西部合同ガスを設立していた。同社は九州と山口県のガス会社10社を一挙に合同したガス会社であり福岡、大牟田、佐世保。 下関のガス会社も合併に参加したが、長崎市の九州ガスは参加せず、別に長崎電灯との合併を選び1914年に長崎電気ガスとなった。このガス事業が九州電灯鉄道へ引き継がれたのである。1916年から1921年にかけての事業状況の推移は以下の通り。決算期は、 毎年5月11月の2回で、需要価数、工数の数値は、各期末、製造量と、収入金額は、各期中のものである。また収入には複製物収入を含む。表のように、伝統の普及によって、東洋のガス利用、すなわちガス灯は減少する一方、熱用の利用は増加していった。熱用の増加は、第一次世界大戦勃発後に、 新炭の価が高騰したことによる。また、ガス事業の副業である、副生物の生成、販売に力が注がれ、コークス製造以外にも、1916年に、タール蒸留装置が完成し、生成コールタールベンゼンナフタレンピッチなどの製造を開始し、1918年には、硫酸アンモニウムの製造も開始した。長崎のガス事業は、 東方電力成立後の1922年7月より、西部合同ガスへの委託経営となった。1927年4月に、委託先は、西部合同ガスを合併した東方ガスとなり、さらに同年9月、正式に事業譲渡が成立し、東方ガス、長崎支店の所管となった。その3年後の1930年、 長崎を含む九州地方における東方ガスの事業が独立して現在の西部ガスが発足している。製作所の広告九州電灯鉄道は1912年末より工作所の名で電車関係の機械、器具の製作、修理を兼業として始め、やがて変圧器や配電盤などの電気供給事業に関する機器の製作も手がけるようになった。 1918年になり、この事業を社外の注文にも応ずるべく拡大することとなり、8月に工場設置の許可を得た。こうして、翌1919 19年3月に九州電灯鉄道の製作所が完成、営業を開始した。製作する機器は、変圧器、電動機、扇風機、開閉機などである。製作所の所在地は、 カタカス町をあざひめぐみ。製作所事業の収入は1921年上期に7万8000円となり、ピークを迎えたが、同年下期には、同業他社との競争激化のため半減に近い4万1000円となった。製作所は、関西電機との合併後、1922年6月より、株式会社東宝電機工作所へと分離された。 さらに1927年になって、工場を引き継ぎ西部電気工業所が発足している。福博電気起動時代の1910年2月、電車経営の付帯事業として、土地、家屋の売買、賃貸を手掛けることを決定し、直ちに福岡市西部、事業西町にて土地を、買収、まず住宅5棟を建築して、賃貸を開始した。 九州伝統鉄道となった1912年6月時点では、所有土地は2万7千坪、所有家屋は29棟であった。こうした土地経営は、電車事業の収益と相まって発展し、さらに1913年以降は桃も方面にも、事業の対象が拡大。1921年の所有土地は12万8千坪。 所有家屋は65件となった。この結果、九州伝統鉄道時代の9年間で、土地建物事業の収入は9倍となっている。九州伝統鉄道本社ビル跡地に立つ天神ビル1922年1月時点における、本社及び、支店の所在地は、以下の通り。本社は、元は、博多伝統時代より、福岡市東中津町にあったが、 九州伝統鉄道成立後の1913年に、車業の拡大に伴う移転を決定。第一次世界大戦の勃発で着工が遅れるが、福岡市天神町58番地にて1916年に、本社ビル本館、倉庫の建設に着手、翌1917年6月に竣工移転した。本社ビル本館は、鉄筋コンクリート構造の地下1階、 地上3階建てで屋上には時計塔が設置された。この建物は太平洋戦争後も残り九州電力へ引き継がれたが戦災で全焼するなど老朽化したため三家の株式会社天神ビルによって建て替えられ1960年跡地に天神ビルが竣工している。歴代社長は以下の通りである。磯野七平。 1896年3月から1897年10月、大田製造。1897年11月から1898年4月、石橋ゆさぶろう。1898年4月、同年8月、野村幸男。1898年10月から1900年1月、野村幸男。1900年1月から1902年1月、大田製造。 1902年1月から1907年7月、山口恒太郎1907年7月から1912年6月、伊丹屋太郎。1912年6月から1922年5月。また、歴代の常務取締役は、以下の通り。歴代役員のうち、常記社長、専務、常務経験者以外の、主な人物は、以下の通り。 九州鉄道の電車1915年9月、伊丹屋太郎、松永安左衛門、田中徳次郎、山口常太郎ら九州伝統鉄道関係者の発起により、福岡と久留米を結ぶ電気鉄道の建設を目指して、筑紫電気軌動株式会社が設立された。本社は九州伝統鉄道本社内に置かれ、社長も伊丹が兼任した。 軌道敷設の特許を取得したのに伴い会社が成立したが実際には福岡から久留米までの全区間にわたる特許は国鉄線と並行しており不要であるとして許可されていなかったこのため着工は計画よりも大幅に遅延し久留米までの特許取得後の1922年9月となったこの間の1922年3月筑紫電気軌道は 建設資金調達のため資本金を500万円、増資して650万円としたが、この時、九州電灯鉄道との合併が決まっていた、関西電機が、新株の半数を引き受けている。九州電灯鉄道が、関西電機に合併されて消滅した、直後の同年6月15日、筑紫電機軌道は、九州鉄道株式会社に社名を変更した。 社名変更で、明治時代の鉄道会社の名称を継承するとともに、九州伝統鉄道からも、略称の九鉄と車称を引き継いだ。1924年4月、九州鉄道は、福岡から久留米までの路線を開通させ開業した。同線は、その後大無田まで延伸され、西鉄天神大無田線となっている。ありがとうございます。